はい、どうも、峰島です。今回も鴨頭義人なんですけども、鴨頭義人が Amazon のアソシエイト、こちらの規約違反をしてるんじゃないかということで、情報提供がありました。これどういうことかっていうと、マコナリも一緒のことやってたんですけど、動画の概要欄で自分の本を紹介してます。それが Amazon のアソシエイトリンク、要は Amazon のアフィリエイトプログラムですね。こちらのリンクになってるんじゃないかということなんですよ。Amazon のアソシエイトっていうのは、利用規約にですね、これは Amazon アソシエイトですって記載しなきゃいけないんですよ。その同じ文面の中に。鴨頭義人の最新の動画を見ても Amazon アソシエイトですっていう記載が一切ありません。それからホームページでも紹介してるみたいなんで、こちらのホームページでも紹介はありません。なのでこれは Amazon の規約違反だということですね。マコナリも同じ指摘をしたらですね、ネットニュースで取り上げられて、マコナリは全部直したみたいなんですよ。300本ぐらいの動画を。鴨頭義人の場合は1300本近く動画あるんで、まあ直せないんじゃないですかね、多分。なので僕の方は Amazon の方に通報フォームがありますから、そちらの方に通報しました。概要欄の方にですね、その Amazon の通報フォーム、これも貼っときますんで、皆さんも通報していただけると鴨頭義人の Amazon のアソシエイトバンされる可能性がありますんで、ぜひこれは通報してください。 Amazon アソシエイトの違反行為でございますんで、これは絶対通報すべきですね。鴨頭義人の場合は毎日毎日そういう違反行為とか違法行為とかが明るみになってきてます。これ一個一個もう指摘していくしかないので、一個一個僕の方でも動画で出して指摘していきたいと思います。もうかなり通報がいて、鴨頭義人の方にも通報がバン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 言ってると思うんですよ。元からそういう法律を守ってやっていけば全く問題ない話なんですけども、徹底的にパクれっていう TTP って言ってるぐらいなんで、パクリパクリで著作権違反をしまくってるんですけど、パクって悪いとこまでパクっちゃってるんで、そういうことになってるよっていうことですね。で、今回も簡単な規約違反なんですけども、そういうのをやっちゃってるということでございます。ちなみに書いてないよっていうツイートを僕がしてます。概要欄の方にそれは貼っておきますので見てもらえればと思います。 Amazon のアソシエイトの規約も同時にツイートしてますんで、それも見てもらえればと思います。鴨頭義人関係の違反行為、違法行為は非常に多く今出てきてますんで、バシバシ通報していくのと、バシバシ動画を作っていきたいと思いますので、チャンネル登録お願いします。それじゃね。